ここにもいっぱい生えてますね。5個生えてます。これは嬉しい毒キノコだな。めっちゃいい香りしてくる。こんにちは、うごめきです。これはクマスプレーです。この森結構クマ多いんですよね。ここ白樺が生えてますね。前回ベニテングタケを探したところです。ちょっと聞いてくださいよ。前のベニテングタケの動画、広告がつかなくなっちゃったんですよね。有害または危険な行為ってことで収益剥がされちゃったんですよね。内容は真面目な動画だったので悔しいんですが、すいません、この動画消してしまいました。過去に消した動画とかメンバーシップで公開してるので、よかったらメンバーシップの方で見てください。今回はベニテングタケ狙いじゃないんですよ。まともなキノコが食いてえと思ってね。僕が食ってるの毒キノコばっかりじゃないですか。しょうがないんですよ。普通のキノコなんて取って食ったって誰もそんな動画見ませんからね。みんな僕が毒キノコを食って苦しむ姿を見たいんですよね。普通にキノコ狩りして普通に美味しいキノコ食っても誰も見てくれないんですよ。 YouTube の動画を伸ばすためには重要な要素が主に2つあるんですよね。インプレッションのクリック率と視聴時間ですね。インプレッションのクリック率っていうのは、サムネとタイトルが表示された状態で何パーセントの人がその動画をクリックして見るかっていう視聴率みたいなもんですね。このクリック率が高ければ高いほどおすすめに表示されやすくなります。そして視聴時間はその動画を何分見たかですね。動画が面白くて長時間見られた場合は、その動画はいいコンテンツと評価されておすすめに表示されやすくなります。毒キノコを食べるっていう動画はインパクトがあるので、インプレッションのクリック率が高いんですね。だから多くの人に見てもらえるんですが、こうやって山に来てただキノコ狩りをするような動画ってありふれてるじゃないですか。だからインプレッションのクリック率が悪いんですよね。多分視聴維持率もあんまり良くないと思います。そんな動画誰も見んから、 YouTuber ってちょっと過激なことをしたりするんですよね。自分の撮りたい動画だけ撮って、それでちゃんと再生伸ばせる人って本当に少ないですからね。僕だって本当は毒キノコなんて食いたくないし、美味しいキノコだけ撮って食いたいですよ。ここにキノコが埋まってますね。これベニタケ系の何かだけど、なんだろう、ハツタケかな。ハツタケの仲間って辛い種類があるんですよね。辛っ。うわー、めっちゃ舌がピリピリする。これはあかんやつや。違うんだよ、僕はちゃんと食えるキノコが取りたいんだよ。体が勝手に毒キノコを口にしてしまう。白ぬめり井口とか卵タケとかポルチーニとか栗タケとか、美味しいキノコだけ取って食いたいですよ。毒キノコなんて見ても何も嬉しくないもんね。やった、ベニテングタケの幼菌だ。毒キノコなんて見ても何も嬉しくないもんね。ベニテングタケは猛毒のキノコだけど美味しいんですよ。大好きなキノコなんですよ。毒キノコなんて見ても何も嬉しくないもんね。これは嬉しい毒キノコだな。毒キノコなんて見ても何も嬉しくないもんね。これは嬉しい毒キノコだな。これは写真撮ろう。いや、もう真面目に美味しいキノコ取ろう。ここは白樺林じゃなくてカラマツ林ですね。これがカラマツの木です。地面にたくさん落ちてるのがカラマツの葉っぱですね。カラマツは漢字で落葉松って書いて、赤松とか五葉松とか、多くの松は常緑樹なんで冬になっても葉っぱが落ちないんですよね。でもカラマツは落葉広葉樹と同じように落葉する松なんですよね。今日狙う美味しいキノコはカラマツの根っこと共生関係を結んでいる花井口っていうキノコですね。前に紹介したベニテングタケと同じように、キノコの菌糸と植物の根っこがつながっていて、栄養のやり取りをして共生関係にあるので、花井口が取りたかったらカラマツ林に来ればいいんですよ。花井口はキノコ狩りのマジで初心者向けですね。こういう太いカラマツがいっぱい生えてるような森に10月の中旬から下旬ぐらいに来ると、あ、ありました。めっちゃ簡単に見つかります。これがめっちゃ美味しいキノコなんだけどね、あんまり取る人いないのよ。花井口が初心者向けな理由は、見分けやすい。花井口は他のキノコと間違える要素があんまりないんですよね。こういう虫食いがある個体は避けましょう。1個見つかると周りにまとまって生えてることも多いですね。これはまあギリ食えるか。これはちょっと傘の色が薄いタイプですね。あー、結構虫に食われてんな。傘の色には多少変異があって、色が濃くて黄色い縁があるものもあれば、全体が狐色みたいなやつもあるんだよね。でも裏の特徴は同じですね。花井口はマジで見つけるの簡単よ。今から10秒ノーカットで歩くから、どれだけ見つかるか数えましょうか。1、2、3、4、5、こういうとことかね。6、7、8、9、10、全然ないやんけ。10秒ノーカットで探してみましょうか。あ、1個あった。ここほら、ちっちゃいのあるでしょ。あ、もう1個あった。あ、ここにも2個あったね。簡単に見つかるでしょ。花井口はね、簡単なんですよ。こうやってこれもめっちゃ綺麗だね。これも食えそうと思っても意外と虫食い多いんですよね。足が速いんでちょっとしなびてんのはもう無理ですね。小さい幼菌は取らないでおきましょうか。これ食べ応えありそう。ゾウさんの顔みたいだね。虫食いあるけど、まあ食えるっしょ。なんかコツが分かった気がする。なんかカラマツばっかりの林よりも、ちょっと広葉樹が混じったカラマツ林の方が花井口多い気がするんだよね。ここにもいっぱい生えてますね。5個生えてます。こういうちっちゃい幼菌もたくさんあるんだけど、根こそぎ取らずに置いておきましょう。一人暮らしなんでこれだけ取れば十分かな。花井口は味噌汁とかに入れても美味しいし、ホワイトソースに絡めて洋風にしてもいいし、塩とかバターで焼いても美味しいし、結構何でもいけるキノコなんで、こんだけ取ったから違う食い方するか、いつものバター焼きだけだとつまんないから何か作るか。多分ここで見つけた
数だけで言ったらこれの4倍ぐらいあると思います。花井口は11月下旬ぐらいまで残ってることあるから、皆さんこれ結構簡単なキノコ狩りなんで全然やってみても面白いと思いますよ。初心者におすすめですね。じゃあこれ持って帰って食べましょう。持って帰ってきてからしばらく料理する余裕がなかったんで、なんか若干キノコが変色してますね。ちょっともったいないことをしたけど、キノコが胞子を出す部分、裏の環孔っていう部分が結構変色しやすいんですよね。虫食いとかもあるんで、食べるときはこの環孔を取り除いた方がいいかもしれません。環孔あんまり食感が良くないからね。水に濡らすとめっちゃヌルヌルするんですよ。花イグチはヌメリイグチの仲間なので、ナメコみたいにドゥルンドゥルンになるんですね。切ってみると中は割と綺麗なんですよね。観光のグジュグジュしたところは取り除いてもいいですね。ヌルヌルしてめっちゃ切りづらいな。一口大に切っていきます。観光の部分はこうやって綺麗に剥げることもあるんですけど、溶けちゃってだいぶやりにくいですね。でもこうしてみるとウニみたいですよね。新鮮じゃないウニって感じがします。花井口じゃなくてヌメリイグチが混じってたっぽいですね。これも食えます。ついでにこの前手に入れた天然マイタケも料理するか。これ買ってきたんじゃなくてマジで天然のマイタケなんですよ。皆さんこの映像をご覧ください。マイタケやんこれ。天然のマイタケ、やっと。すげえ、マイタケあった。ありがとう。よっしゃー、めっちゃ嬉しい。あんぷね、スーパーで買ったら数百円よ。うわー、知ってるやつや。野生で初めて見た。この前深夜さんという友人に案内してもらって、マジで自然に生えてたマイタケを手に入れたんですよね。天然マイタケって結構珍しくて、キノコ狩りをする人の中では結構憧れの種類なんですよね。香りがめちゃくちゃいい。なんかね、トリュフとかポルチーニとかに似た匂いするんですよね。美味しいキノコの匂いがします。まずは花井口単体でキノコの出汁を取ってキノコ汁を作ろうと思います。キノコ汁ね。こんなとこに美味しそうなザリガニいんじゃん。お前らも食ってやろうか。あともう一品ね、キノコパスタを作ろうと思います。マイタケはパスタに使おうかな。キノコ汁の方すごい出汁が出てきましたね。すごい花井口特有の匂いがしてきました。もう火を止めますね。ごめんだけど今家に味噌が丸米のこれしかないから、これを入れてキノコ汁ってことにします。ねー、チンはねー、万物と仲良くなってねー。これで溶かせば出来上がりや。つまんな、このクオリティがうごめキッチンなんや。パスタのソースを作りますね。とりあえずこの関係者一同を破壊蹂躙処刑し、私がシステムを完成させようと思います。めっちゃいい香りしてくる。天然マイタケがマジでうまい香りがしてくる。ここにドイツの岩塩アルペンザルツを少々入れます。あと味の素のコンソメをちょっと入れます。ちょっとね、ちょっとだけ。あと小麦粉を少々、これもまあ適当でいいです。こんなもんですね。ここに特の牛乳を少々入れまして、まあこれも適当ですね適当すぎるか。でもこれがうごめキッチンです。ここに先ほど茹でたパスタを投入します。割といい感じじゃないこれ。小麦粉ちょっと入れすぎたか、なんかとろみが強いけど、あとなんか色が灰色っぽくてあんまり美味しそうに見えませんね。というか味噌汁とパスタってどういう組み合わせなんて思うけどね。クリームパスタといったら粗挽き胡椒ですね。これもめっちゃ適当に入れます。入れれば入れるほど美味しいから、胡椒は。そんなことはないね。なんか小麦粉が固まってきて粉もんみたいになってきたんだけど、広島風のお好み焼きみたいになってきたわ。火を止めます。できました。収益が剥がされないキノコパスタと収益が剥がされないキノコ汁です。全体的に茶色くて色味が悪いですね。あと小麦粉が固まってもんじゃみたいになっとる。ちなみにスプーンとフォークの映り込みが嫌なんで割り箸で食います。いただきます。うんま。見た目と食感最悪なんだけど、味と香りは最高ですねめちゃめちゃうまい。マイタケが普通のスーパーのマイタケと変わらん。でもそれは人工的に栽培したマイタケが優秀っていうことです。マイタケも似たような毒キノコがないので、初心者がとっても大丈夫なキノコですね。マイタケの香りが強すぎて花井口の香りしませんね。食い合わせが悪いですけど味噌汁いきます。あー、これ花井口しか入れてないから花井口の香りがすごい。花井口って独特の甘ったるい香りがあるんですよね。そしてなめこみたいにドゥルドゥルですね。キノコの旨出しが出てるわ。旨味が紅天狗茸みたいに強烈っていうことはないね。まあキノコ狩りしないと食えない味だから、キノコ汁はね皆さんもやってみていいと思います。パスタはね、なんかマイタケが勝っちゃってるんだよね。花井口は花井口単体で食べないと味が分かりません。でもホワイトソース系にも合いますねやっぱさ、毒キノコ食ったってあんまりいいことないのよ。たくさん美味しく食べられるわけじゃないし、何より収益剥がされたからね、本末転倒だよ。普通のキノコ狩り動画なんてあんまり需要ないかもしれないけど、
やってて楽しいし美味しいね。どうしても再生数とか気にしちゃうけど、こういう楽しいこともやっていかないと続かないですね。もしこれから YouTube やろうって考えてる人いたらね、やっぱり継続が一番大事だから、自分がやって楽しいことを織り交ぜてやっていきましょうね。まあ紅天狗竹食べるとかやりたくてやったんだけどね、やっぱり好きなことをやってる時の方が配信者の魅力って伝わりやすいですから、まあ見られなかったら意味がないから再生数も大事だけど、方向性を見失わないようにしたいですね。見た目最悪だけどマジでうまいわこれ。ごちそうさまでした。まあ皆さんも舞茸はスーパーで買えばいいとして、花井口はまだ間に合うんでね、キノコ狩りやってみてください。スーパーで売ってるキノコでは味わえないキノコ汁が飲めます。あーうまかった。あと皆さんは料理作るときにちゃんとレシピを見ましょうね。適当にやるとこんな感じになっちゃいますから。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。